の太陽駆けろ鉄釜闇にうごめく悪だスター砕いて星屑宇宙の果てにきらめく銀河に父の名呼べばきっと過ぎ流れる涙星やるぞペガス適正か宇宙の騎士宇宙の騎士テカマやるぞペガス適正か宇宙の騎士宇宙の騎士テカマワルダスターの地球攻撃は次第に激しさを増してきた。これに対し地球防衛軍の守りも日増しに固められていた。世界各地に着々と建造されていく秘密基地、そして日夜繰り返される激しい訓練。今未曾有の危機に追い詰められ、地球は何かを言おうとしている。ランボス、地球に送ったスパイの報告を何と考える。はは、宇宙帝王ドブライ様、私めつらつら考えますれば、我がワルダスターの果敢なる攻撃に追い詰められた地球人どもが最後の決戦を覚悟したものと思われます。はい、つらつらと考えてその程度か。はあ、と申されますと。地球はいよいよ第二の地球探索に踏み切るかもしれぬぞ。というと、あのリープ工法メーカーを。アマチュア解明したろ。まさか。ランボス。これはワルダスターにとって絶好のチャンスだ。はぁ、わからぬか、ランボス。この愚か者の目が。わからぬか、諸君。この愚か者めが、地球は何かを行おうとしている。さすればだ、どっか一箇所に各国の首相大統領は言うに及ばず、政治家科学者エトセトラーが集まるんだよ諸君。さすればだ、その会議の真っ最中に攻撃すれば、地球の指導者たちを全滅させることができるんだよ諸君。しかしランボス様、奴らは一体どこに集合するつもりなのでしょうか。いや、わからん。それじゃ攻撃のしようもありません。そうだよ。いや、まあまあ諸君、我が輩には天才的奇襲作戦があるのだよ。必ず奴らが集まる場所をキャッチする方法がな。にゃー、ん、なんだあれ。またこいつ大成功だ。よし、見てー。あよし、これ以上ワルダスターを相手に戦っている時間はない。今はいかにして第二の地球を発見し、全地球人をそこへ安全に移住させるかを真剣に討議する時期に来ているんだ。局長、それじゃあ例のワルダスターから奪ったリープ工法メカが。ある程度解明できた。だがこれも何度かの実験が必要だ。その実験をやるにしてもワルダスター黙っちゃいないぜ。その通りだ。そしてもう一つ難問がある。というと？第二の地球へ移住することに必ずしもみんなが賛成しているわけではない。どうしてかしら。地球の滅亡は目に見えているのに。彼らにとって第二の地球など夢物語に過ぎない。それよりも先祖より受け継いだ土地にしがみついていたい。地球が本当に滅びるならば、
先祖の眠る大地で共に眠りたい、そう考える人は多いんだ。それじゃあ局長、我々のやろうとしていることが内部から崩れるということもあるんじゃないですか。そこで開かれるのが今度の会議だ。世界中の政治家、科学者、知識人を一堂に集め統一見解を出す。もちろん私もリープ候補や第二の地球移住の可能性を説明しなくてはならない。危ねえ危ねえ。どういう意味だ。もしその会議の場所をワルダスターに攻撃されてみろ、地球は一瞬にして指導者を失い、あとはワルダスターの思いのままだぜ。そのために会議の場所は秘密にされているし、地球防衛軍の基地も増やした。だが、どうした。こいつ。あら、マサルちゃんじゃない。驚いたな、よくここまで入ってこれたもんだ。そこはそれ、スペースナイツの大ファンだからね。よく言うぜ、もう少しで俺にぶっ殺されるところだったってのによ。確か北斗マサル君とか言ったね。ここへ何しに来たんだね。俺ちょっと頼みがあって来たんだ。頼み。あ、行方不明のお父さんのことね。それだったらあたいたちが必ず探してあげるって。うんうん、そうじゃないんだ。その俺をスペースナイツに入れてもらいたいんだ。なんだって。何がおかしいんだよ、俺真剣なんだぞ。悪い悪い、だけどな、それは無理ってもんだぜ、マサル君。俺リモコンの名人なんだぜ。サンドリバータウンでのこと忘れたのかよ。ねえマサルちゃん、スペースナイツのメンバーはみんな激しい訓練をして鍛えられたのよ。宇宙を飛ぶんだって大変なことなのよ。分かってない。ねえ局長、お願いだよ、スペースナイツに入れてくれよ。俺何でもやるからさ。マサル君、これは遊びじゃないんだよ。スペースナイツは命を懸けて戦っているんだ。許すわけにはいかん。俺命なんて惜しくない。悪い宇宙人をやっつけたいんだ。いかん、これだけは許すわけにはいかん。マサル、どうした。ペガス、よく俺を覚えていてくれたね。ペガス、記憶力がいいのだ。俺スペースナイツに入れてもらおうと思ってやってきたんだ。でも見事振られちゃった。それはかわいそう。ありがとう、ペガスは俺の気持ちが分かってくれるんだね。分かると思うよ、元気出せ。うん、俺絶対に諦めないんだ。訓練でも何でもやってスペースナイツに入ってみせるぞ。その元気、ペガス応援するよ。うん、頼むぜペガス。爆発の原因がどうしてわからないんですか。爆発物のデータは何一つ発見できないんだ。ワルダスターだな、これは。うん、しかしワルダスターの動きは今のところ全くキャッチしていない。密かに地球に潜入したんだ。そうに決まっているさ。でもどうやって。地球防衛軍の警戒はいつもより厳重なはずなのに。いや、すでに地球に潜入している宇宙スパイは大勢いる。奴らならできるだろう。
お父さん、もし今度の会議の場所をランボスたちが知ったら。ああ、地球防衛軍の守りに万が一ということもないだろうが。アバシだが、シュビダー司令官はおられるかね。わかった。いや、私の方からそちらへ行くから。私はシュビダー司令官と話し合ってくる。君たちは警備を厳重にしてくれたまえ。いいね。戦車の攻撃に地球防衛軍が続々と部隊を移動させております。その中で移動せぬ基地がいくつかあるはずだ。コンピューターに弾き出させろ。はっ。ありました。ヤポン市周辺の部隊は動いていません。そこだ。そこが奴らの集まる場所だ。わしたちの攻撃に備えて動くに動けんのだ。ついに見つけたぞ。今度こそ最後の決着をつけてやるぞい。山脈に大量に降下した流星群がただの流星ではないと睨んだ天地局長は直ちにスペースナイツに調査を命じた。まさか密航してるとは気がつくめ。よし、あとはジェットヘリで周辺を調べてみよう。俺とヒロミで行くからアンドロは残っていてくれ。ああ、気をつけてな。止まったようだけど、ここはどこだろう。ん？撃って行け。どこ行くんだろう。よし。ん？ま。あの坊やだ。いつの間に乗り込んだんだ。どうする？止めようか。ほっとけよ、無駄。だってこんな山奥で迷子になったら。そんな甘っちょろい坊やかよ、あいつが。少々痛い目に遭うか苦労した方がいいのさ。あれだ、ヒラミ、あそこが流星の中でも一番大きいやつが落ちたところだ。ヒロミ、この隕石を測定してくれ。奴らの宇宙船のカモフラージュかもわからんからな。
ラサ。ジョージさん、ただの隕石よ。これではないのか。よし、他の流星を当たってみよう。スペースナイスめが諦めて帰りました。そうだろう、奴らのレーダーに捉えられるような宇宙船ではないわ。地底戦車を呼び寄せろ。はっ。疲れた。いけねえ、置いてきぼりを食ったぞ。こんな山の中じゃどうしよう。いや、朝が来るまでここで待つか。ん？なんだろう、この音。地底を走ってる。ここだ、ヤーポン市の国際ビル。今日ここに世界各国の指導者たちが集まるのだ。そいつを一気に叩くんですな。まさか地球防衛軍も地の底から攻撃してくるとは思うまい。なんか比較にならねえよ。よし、諸君、国際ビルに向かって出撃だ。国際ビルで開かれる地球防衛世界会議に各国大統領、科学者たちが集まってきた。いつ攻撃してくるかわからないワルダスターに地球防衛軍の警戒は厳重を極めた。国際ビルだ。地中魚雷発射。地中魚雷発射します。うわっ、どうした。生身の宇宙人どもめ、お前たちの勝手にはさせないぞ。このおめえ、世話をやがせやがって、ぶっ殺してやる。おい、この建物には誰もいないんじゃないのか。そういや変だ、今の騒ぎを聞かなかったわけではあるまいに。Oh!
まんまと計略に乗ってくれたな、ワルダスター。世界会議は今頃別の場所で開かれている。いてぇ、鉄火マン、早く上へ行くんだ。スペースナイツが待っている。おいら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 、遅い、何をしておるんだ。こちらランボスだ。指定戦車、まだ国際ビルを破壊できるのか。ランボス、よく場所を教えてくれた。これから地球防衛軍が迎えに行くぞ。社長の声は。そうだ、宇宙の騎士鉄火マンだ。ランボス、指定戦車を使っての無差別攻撃の狙いを宇宙開発センターが見抜けなかったとでも思ったのか。さてはさては、あの地防軍の守りは。そうだ、いかにもあの国際ビルで会議が開かれているように見せかけた罠だ。おのれ、鉄火マン。おお、ガーネー。ああ、ここには、あがきが取れませんわな。ピュッと、ピコちゃん、ピュヌッと、ドタヤコ。覚えている地球人ども、こうなったらドブライ様の命令で動くのではない。わしが、このランボス様がワルダスターの団長のメンツにかけてお前たちを滅ぼしてやる。おのれ。この時ランボスは決意した。地球を、地球人を宇宙から永遠に抹殺することを。第二の地球発見の希望をかけて、今地球とワルダスターとの最後の決戦が行われようとしている。ついに天地局長はリープ広報メカを完成。第二の地球発見の退任はスペースナイツに下された。だが最後の決戦を挑むワルダスターは退去して宇宙開発センターに攻撃をかけてくる。炸裂する砲火の中、ブルーアース号は出発した。その行く手に待ち受ける要塞空母と円盤軍、果たして地球に勝利の道は残されているのか。人類の夢と希望をかけて鉄火マンは立ち上がった。宇宙の騎士鉄火マン最終回、勝利の鉄火マンにテクセッター。花も雪も風もない、涙も頬に流れない、冷たく悲しい宇宙の戦いだ。だけど心は燃えている、太陽みたいに燃えて